今日は久々にウイコレやっていきたいと思います。新カード来ましたね。カッティングエッジということで、ちょっとねインパクトに欠ける、ラインナップかなとね、まあ思ってる人は多いんじゃないでしょうかね。まあこの中でまあこの2人がトップですけども、当然ねやっぱり欲しいかなって唯一思えるのはこの2名でしたね、僕は。でデヨングに関しては今ね、レギュラーカードではあるんですけども、控えてね使ってるので、こっちになったら最高ですし、デリヒトもね、まあ、うちでは全然、トップディフェンダーになれる能力なんでね、はい、ぜひ欲しいですね。今日狙っていくのはガチャ券でいきたいと思います。さすがにね PB はウイコレの方は貯めてますので、ここでは使うことはないかなという感じです。まあ確率券からいって、ラストはねレギュラーシリーズ、まあ、確定星5とか通常の星5も何枚かありますんで、その辺を引いていければと思います。それでは早速 10% からいきたいと思います。 10% は1、2枚ですね。はい、ちょっと少ないですけど、いきましょう。まあガチャ券はね、ガーディアンの時にねがっつり全部引いちゃったんで、もう全然ないですね。はい、あんまり溜まってないですし、さあ、まあ 10% から引けるとは思ってはいないですが、はい、これ初めて見たな。はい、ボーガー次、同じくね 10% いきましょう。はい、 10% はこれ最後ですね。はい、まあカッティングエッジだっけ、まあ特攻ね、次の特攻になりますんで、まあ出てくれたら嬉しいけど、まあ、出なくてもみたいなねところはちょっとあったりしますね。はい、次星じゃなくて確率 30% いきます。さすがに 30% の中から1枚ぐらいは金蹴ってほしいね、こうなっちゃうんですよね、知ってます。はい、どうしてねそんな確率引いていくかなっていうレベルでね銀蹴りますよね。はい、はい、はい、次気を取り直して3枚目、残りは2枚ですよ。大丈夫かね、間蹴るでしょ本当に困りますね。さあ4枚目、もうね 30% の確率だったら蹴ってておかしくないんですけどね金。まあ意外と蹴れないのが 30% なんですね。あ、ナイス、4枚目にしてようやく蹴っていく。さあグレードナモかな、101。はい、クラマリッチ、ポストプレイヤー無回転シュート、ポジションスキル強化 A ですね。はい、ということでした。じゃあ、最後ね、そうですね、星5確定を4枚上からね引きましょうか。まあこの並び通りにいきたいと思います。コイン交換所の交換アイテム星5確定ガチャ、4枚あれば1回ぐらい金旗は引けるんじゃないですか。いきましょう。特に演出はないですね。なんぼかな、くると。あ、100か。はい。チック。まあ、この間ね、限定来てましたけど。はい。これはね、持ってたけど、もう売っちゃったかな。はい。さあ、2枚目いきましょう。累計カラット報酬。またしても、旗は赤旗。さあ、頼む。ちょっとグレード上がってくれ。お、なあ98ね。いや98のパターンで君来るの多すぎないか。はい、ピンタクインターセプト。さあ次は、レギュラーシリーズ確定ガチャ累計プラクティスメダル報酬、これもなしか。きついなぁ、星5確定もきついなぁいやー、こんな下振れあるでしょうかっていうぐらいね、最近のガチャ運はひどいですね。96かーい。はい、ピンタクインターセプト。さあでは本日ラスト、コイン交換所の交換アイテム星5確定ガチャ金ハト来い。お、ナイスー、
最後の最後来た。じゃあ行きましょう。さあ限定来るか。まあ、限定じゃなくてもね、高グレードであれば嬉しいですよ。さあグレード9とか、9とかいいよ。4。はい、フラスルダブルタッチドリブルだけどサイドはできない。